ペイン遠征2日目となった前回、午前中はトレーニングとマルバ対決シリーズスペイン遠征編を行い、午後には FC バルセロナのホームスタジアムカンプノを訪れた選手たち。いよいよ明日から大会が開始。本日は夕方に行われたトレーニングマッチをお届けいたします。ちゃんとね、これホテル紹介も入れなきゃ。あ、確かにホテル紹介、よし、行きます。今回はスペインのホテルに泊まっています。これは XIOR という、ね、ホテルです。このホテルはどんな感じでしょうか。とてもブラボー。とてもブラボー。皆さん、とてもブラボー。とてもブラボー。全部同じ。とても綺麗です。トイレは、トイレはこっちか。男子トイレ、こんな感じ。黒。ここのホテルの感想は綺麗です。綺麗です。お、よかったじゃん。ここはね、やばい、外国人いた、マジびっくりした。とても綺麗でブラボー。どうしても試合で気持ちがうったり下がったりしちゃうから、それは外から言うので、まあ、落ちたら知らないけど、チームで盛り上げられるしやっていこう。はい、OK、はい、でミスが起きるから、そしたら当たり前の考えで積極的にやるよ。はい、分かった。はい、で1点自分でやってくるから自信持って試して。はい、 OK、 はい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 。今回のトレーニングマッチの対戦相手は、トップチームがスペイン5部で戦っている UE カステルデフェルスアンダー12です。今回の遠征でスペインチームと対戦するのは初めて。どんな戦い方をするチームなのか、どれくらいマルバの1対1が通用するのか注目です。 OK、 優しい。行かない。¡Pasa por jugar atrás! ¡Dale! ¡Vamos a quedar un rato solo!
れそれ。ダメ、パンチ止めるよ。カヨ、埋めて、そこ、カヨ。ほら。このスペース埋めて。この次の方が来ちゃうから。これ、これ、これ。アジア。多分あのレベルだと自分たちのことやれば多分 5-0 とか 6-0 の試合だと思うから、あの、まあ、点数がどうっていうかは普段やってることもっと試して、分かった、はい、で大体多分これぐらいの感じで、明日明後日やるチームはもう少し精度が高いとか、ドリブルできるとかになると思うの。だからあんまり参考になるかちょっと分かんないけど、こっち、あのチームって大会出んの？出ないと、出ない。でもっとさ、なんか、なんていうの、感じる近くをさ、ここ来そうだなとかってあげればもっともっと見せれると思うから、あのもっと見せつけて OK、はい、で1対1やって、でちょっとサイドの選手が寄りすぎちゃうから、広げることと、あと裏のスペースは意識してよかったから、そこは続けてやって、
で広がることで真ん中のスペースが空いてくるから、そしたらみんながやりたいことがやりやすくなるから、で普段通りやればもっともっとこう、あすごいな、なんか一体強いね、見せるね、面白いねってなるから、その時間をちょっと増やしたいし、こっちもそれを見たい、はい、OK、 ただただ頑張るんじゃなくて、あこういうサッカーいいじゃんって感じにしたいし、あの見てる人たちもそう見せたい、なんかめちゃくちゃすごいねあのチームって感じにしたいんで、そこをみんなも楽しめるようにしていきましょう、はい、いいですか、はい、はい、で雰囲気もちょっと作って意識して、はい、はい、で大会終わるまでいい雰囲気でいけるように分かった、はい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 、
Yeah. Nice. 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 Gracias. Nice. Gracias. Nice. Nice. Gracias. Nice. Ah, nice. Gracias. Nice. Thank you. Gracias. わかんない。わ、アートしたら。小判そんな強くなかった。バモーうぅぅ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 ぅ大会前最後のトレーニングマッチを勝利で終えたマルバ。ついに明日からインターナショナルカーニバルカップが始まる。マルバのサッカーを見せつけることはできるのだろうか。ついに開幕したインターナショナルカーニバルカップ、会場のボルテージは最高潮。世界の強豪たちと戦うマルバは一体どれだけの結果を残すことができるのか。次回開幕インターナショナルカーニバルカップ。